さっきの紙をばらして紙の押し寿司からスタートだと思います。卵の感じで、ワイン飲んでください。はい、どうぞ。ロゼワインはこれちょっと2種次の料理に行きますので、イチボとかと一緒に食べがちなんですけど、あのうなぎとイチジクがめちゃくちゃ相性いいんで、それを今日ちょっと、まあ、宮間会ごめんなさい、ちょっとお酒最高、最高ですね。イチジクふわっときた。はい、そうそう、ペアリーです。栗のすり流しですね。栗のすり流しに、これクエのカツ。クエカツ。すごいね。それをシャンパンで飲んでもいいんだぞ。でオレンジワインは、さっき言ったようにこれ解体新書って言って、最後うなぎの釜飯。うこれ飲んだ後なんだけど、ご飯むちゃくちゃ進むと思うから、こんなに飲んだんだね。よかった。